Hello everyone. Today I'm at Chofu to join the usual、sign language group lesson. でも今日は、いつもと違うことが一つありまして、それはチャカさん、ジャズシンガーであり、うちのグループレッスンで毎週木曜日、今月はないけど木曜日に、9時から歌の歌詞の発音の仕方を教えていただいているチャカさんと一緒に参加するんです。There's one thing that's special today, and that's、I'm not attending the group lesson by myself, but with Chaka-san, the jazz singer, and of course one of our group lesson teachers who teaches rhythm、pronunciation classes on Thursday evenings at 9 p.m. なんでね、ジャズシンガーの方を手話のレッスンに連れて行くのかっていうふうに思ってらっしゃると思うんですけど、 Well, you must be wondering, might be というか you must be wondering why I'm taking a jazz singer to a sign language lesson. But, Chaka-san has been teaching herself, 独学です teaching herself American sign language. 何年か後で確認しなきゃいけないけど、結構長くやってらっしゃるみたいですね、独学で。うん、で、まあ、それも一つありますし、あとはまあ、私の手話の先生と、あとギタリストのともこさんが2人で、ろう者の方も楽しめるあのミュージックコンサートっていうのを企画っていうか、実際もう何回もやられていて、まあ、あのバルーン、風船で作ったギターをこう抱いていただいて、でその振動を感じていただくっていうね、そういう、まあ、仕組みになっているんですけど、なんかそこで一緒にできることがないかなとか、あとはでも単純に一番の理由は私が好きな人同士を紹介したいっていう、そういうおせっかいのお見合いおばさんみたいなこと、まあ、それを見ているのが私が楽しいっていうことなんですけど、まあ、私と気が合うんだから2人とも合うんじゃないかなっていう。Good evening, everyone. So, I hope you can hear me because my microphone doesn't work sometimes recently. And it's really shocking when you have talked for like 5 minutes and afterward you check the recording and there's nothing. So, 5分までって大体決めてるんですけど、編集が大変だから5分喋り続けて、それで聞いたら何も音が入ってないってね、すごくショックですよ。でもね、あまりにも最近多いから手話をもっと頑張れってことかなとも思います。 Everything happens for a reason. 何回もテストしてるんですよ。何回もテストってやって、はいって取って5分喋りました、チェックします、シーン、これは結構ショックです。みんなも手話やろう、私も頑張るから音がなくても分かり合えるようになりましょうね。はい、そう、さっき言ったように、ね、I brought my friend Chaka-san to my usual group、lesson of the sign language. It was amazing. It was, また言うけど、it was one of the greatest times I've ever had in my life. It was, もう、結構感動しました。何に感動したって、出会いかな。My instinct was right. 私の感は正しかったですね。 I am so happy that、I was able to introduce、Chaka-san to Yumi-san, my sign language teacher, and the guitarist Tomoko-san. 実は my sign language teacher Yumi-san is now practicing to sing.実際にもう人前でも何度も歌われてるんですけれども、2年って言ったかな。 She has been learning how to sing for 2 years、ね、あの耳が聞こえる人にとってはそんなに、まあ、上手い下手はあるにしても、歌うっていうこと自体はそんなに難しくないかもしれないですけど、全く聞こえない人にとってどれだけ雲をつかむような話か、だって正しい音を出しているのかどうか確認ができないわけですからね。それでも彼女は絶対諦めない。 She never gives up
And I know that she's that kind of person. 本当にね、そういう不屈の精神の持ち主なんですよね。で、ともこさんっていうギタリストの方が、もう本当に付きっきりで彼女にその音程だったりとか、いろんな音の出し方、今日問題になったのは S の音ですね、スっていう、みんなもできないでしょ結構できてない人いるから動画を作ったんですけど、ね、聴者であっても耳が聞こえても決して誰もができるわけではない、このスっていう音の練習をどうしたら彼女に耳で聞く以外の方法で正しく発音できるように教えるかっていうことを、チャカさん、トモコさん、私、ユミ先生も入れて4人で討議しましたね。レッスンの後にね、いろんな案が出てきて、チャカさんもチャカさんの説明をしたし、私は、自分なりの説明ももちろんあるけれども、音ではない何かで説明するとしたら、やっぱり何かを食べる時の口の使い方とか、そういった観点で説明するっていうのがいいんじゃないかなと思ったので、元劇団女優のまさみさんとの大人のやり直し英語で、お話ししている、いや、英語を話す人って結構なんか変な音出すよねっていうエピソードからちょっとアイデアを得て、ね、お蕎麦を食べる時もなんかっていう音とか不快だって結構言われるじゃないですか、欧米の人から。でも吸わないにしてもっていう音はめちゃくちゃ出してるでしょ。で、まさみさんはそのことをおっしゃったわけですよ。それを思い出して、じゃあお蕎麦食べる時みたいに吸って一回吸ってみてって言って、でそのままじゃあ同じように吐いてみてって言ったら、かなり近づいたんですね。口は、まず上下の歯を合わせるっていうのは、チャカさんも私も説明して、上下の歯をしっかり、日本人の笑顔と欧米人の笑顔って違うんですよね。こういう風に上の歯だけ見えるっていう笑顔と、っていう上下の歯が合う笑顔って違うんですよ。だからこれは文化的にはいろいろ説明が、長くなるから省きますけど、物の食べ方ですね、主にその野菜、草とか穀物をこういうふうにこうグラインド型っていって引き薄みたいにして食べるっていうのと、肉をガシガシ噛むっていうのでは顎の使い方が違うので、その噛み合わせにも影響してくるんですけども、合わせても H の音が出るんですよ。はあ、そうそうそう、はあ、こうなっちゃうわけです、はあ、お腹から息を出しすぎてるのかな、口だけこうで、はぁとなってしまう。相当きついと思う、苦しいと思います。そうじゃなくて、口先に意識を向けて、っていう風に吐いてみてくださいと。でもそしたらかなり近づいて、彼女は自分ではまだ実感がないんですって、正しくできているかどうかわからないと。でも今日何回かやってみてできてるって言われる回数が増えたから、多分このやり方が自分には合ってると思うって言ってくれましたね。というように、この1ヶ月間全然休みではないけど、しつこいですけど、でもスローダウン月間としていろいろやってみて、これからどうやって発音を、ろう者の方も含めてだよね、教えていこうかなっていうのを考えるきっかけになりましたね。ちょうど1月26日か、最終日ではないですけど、スローダウン月間のほぼ最終日、あと数日というところに来て、なんか全てがつながった感じがしました、ね、1ヶ月お休みして、なんで手話とボーカルを一緒に習うって思った人もいると思うんですよ。で、私は別にどう思われても構わなくて、これは両方必要なことだなって思ったのでやっているんですけど、ちょうどね、今いるここの下北の公園でサイレントのナナちゃんが気分転換にカラオケでも行くってそうくんを誘ったシーンがあって、
まあなんて皮肉な子なのかしらって思った人もいたと思うんですけど、今日分かったことは、ろう者の方も歌いたい、カラオケ行きたいんですって、思いっきり声を出して歌いたい。それから由美先生なんかは作詞作曲もして自分の歌を歌いたいって。だから歌は聴者のものだけではないっていうことですよね。そして歌だけじゃなくて音楽もね、でその楽しさを伝えたいっていうふうに、そのギタリストのともこさんは私の先生と出会って、風船を使って、特殊な特許も取られたそうです、風船を使ってその音の振動を伝えるっていうね、そういうものを考えられたんですよ。でそのギターを使ってともこさんが演奏されて、で、由美先生が歌を一生懸命練習してこれから歌っていくと。そしたら今まで諦めていた歌っていうものがもっとろう者の方々にも広まって、普通に私たちと同じように一緒にカラオケに行ったり楽しめるようになるかもしれないって、そういうお話を今日聞きました、まあ私もできることは少ないと思いますけど、何かできることがあったらぜひこのプロジェクトに参加したいなと思っています。で、まあ、その中で話に出たんですけど、まあ、実際にその、ね、あの歌の先生とかボーカルトレーナーの方って世の中にいっぱいいると思うんですけど、まあ何人も当たりましたと。でその方々はどうだったんですかって聞いたら、皆さんもちろん有意義なレッスンをしてくださったけど、1回だけで終わりだったと。まあ、それは料金のこともあるし、1回とか2回とか。でもその時は分かっても、耳の聞こえない方が自分でちゃんと正しい方向に進んでるっていうことを実感しながら日々自宅で練習できるようになるためには本当のコミットが必要。もうほぼ毎日、まあ、その練習方法を編み出すっていうことも含めて、その後も例えば毎日何かこうね、 LINE で、私やってもいいんだけど、全然どうせ、ね、普段やってることと似てるから確認してあげるとか、そういったことまでしてくれる人がいなかったっておっしゃったんですね。で私は改めて自分がやってるコーチングプランのこのモリモリの、正直私だって楽じゃないですよ、だけど毎日正しい方向に向かってるっていうことをちゃんと伝えてあげられる、この LINE レッスンがついたプランの価値を自分で確認できたので良かったなと思いました。もともと自分のプランを見直したくてお休みにしたっていうのもあるんですけど、本当にこれは価値があるのか、ここまで身を削る必要があるのか、結論ありました価格のことはともかくね、やっぱりそこまでしないとダメですね。私的にはやってもやらなくても別にいいんです、皆さんは。だけど私は気が済まない、必要な時にやっぱり答えてあげたいと思うし、ただまあ身は一つなのと、これを本当にお伝えしたいのは、あの教えるだけじゃなくて事務とか経理とか全部自分でやってるから、ホームページの更新とか、だからその思うような手厚い対応とかそういう感じにはなれないんですけど、まあ私は価値があると思うからやっぱり続けていこうとできる限り思いました、まあとにかくいろんな新しいことがこれから始まっていく予感がして、とてもワクワクしています、よかったです。1ヶ月いろいろやってみて、何度も言いますけど全然休みじゃないです、レッスンは入ってるし、特にお子さんはね、今月先生お休みだってってやっぱり言えないなと思ったから受けましたけど、そうすると結果的に夜はほとんど全部入ってるわけなんで、毎日、休みではないし、もちろんその他いろいろやることはあるわけですけれども、それでも
それでもこれだけ自分が好きなこといろいろあの予定に組み込めたのはもう今まで8年間1回もないことだからやってよかったなと思いましたね。うん、まあとにかく自分のこの直感とその引き寄せ力っていうのかな、人との出会い含めてに自信を持てた、そんな1ヶ月だったなと思います。昨日引いたおみくじも大吉だったしね。あ、そしたらね、友達がリコにさ、いつもおみくじ引くたんびに大吉しかほとんど出てないけど捉え方だと思うと言ってくれてハッとしましたね。そうだと思います。だって別にいいことだけ起きてるわけじゃないし、いいとこどころか結構苦労してますからね。うん、だけど何事もやっぱり理由があって起きてると思うし、その度にレジリエンス、うん、立ち直り力がどんどん速くなっていく、なんだろう、何でもこう経験にしてまたステップアップしていけばいいと思うし、ね、私の 上には雨が降らないとかよく私言ってますけど、結構降られてるし結構降られてるし、ずぶ濡れで帰ってるけど忘れちゃうんですよねっていう感じで、まあとにかく今日は大満足。あ、そう、明日も私あの手話のマンツーマンレッスンの方があるので頑張ってきます。はい、 See you tomorrow. Bye.